月読様、そろそろ。荒ぶる山の神、お怒りのほど、痛いほどに受け止めております。それへ弟が、山野を敬う心を忘れし、私と我が民の罪を、どうか広いお心でお許しくださいますよう、お慰めに我が娘、昨夜を捧げます。どうぞお入れくださり、お怒りをお鎮めください。お下がりください、月読様。金太郎。